えー、それでは、えー、時間になりましたので、えー、これより2017年6月度の月間スカパーサヨナラ賞受賞式を始めさせていただきます、えー、スカパーは2006年シーズンからプロ野球セ・パ両リーグ公式戦全試合プレーボールからゲームセットまで放送を掲げて放送してまいりました えー、この趣旨のもと最も劇的なサヨナラ本塁打、えー、またはサヨナラアンダーを放った選手に贈られる賞としてスカパードラマティックサヨナラ賞年間大賞を2009年からそして2012年から月間スカパーサヨナラ賞の表彰も開始いたしました、えー、それでは、えー、まず初めに6月度のスカパーサヨナラ賞を受賞されました 福田選手から、えー、受賞の感想を一言いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、2017年スカパー6月度、えー、受賞することができて、えー、大変光栄に思います。えーまあ、本当に、まあ、自分がまさか打てるとは思ってなかったし、えーまあの輪の中に、えー、自分が中心となって入って入るってことが本当に想像できなかったので、えー、本当に打てて良かったなと思いますし。 打って帰った時のあのチームメイトの笑顔を見たら本当に一生忘れられない瞬間になりましたえ本当にありがとうございますありがとうございます、えー、それではですねあのスカパーであの試合終了まで視聴していただいているあのファンの方に向けて一言、はい、メッセージをお願いしますそうですねあの野球はあの9回2アウトからでも逆転できるということを、えー、お見せで,できることができたと思うんで、えー、ファンの皆様あの試合終了まで 何が起こるかわからないので、えー、試合終了のコールが鳴るまで、えー、皆さん、えー、席についてしっかり応援していただければと思います。はい、ありがとうございます。えー、続きまして、あの、えー、幹事者の方代表質問の方よろしくお願いいたします。では代表して KBC の近藤です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 改めてになりますが、はい、あの場面をちょっと振り返りたいんですけれどが、はい、福田選手、途中出場で,、はい、で9回、2アウト、はい、もあとがないという場面で1点ビハインド、はい、どういう心持ちで打席に向かったんでしょうかそうかそですね、まあ、1人出たら回ってくるってことは分かっていたので、まあ、長谷川さんがその前に倒れたときに、まあ、自分の中であの状況は確認はできてたので、まあ、ホームラン打ったらまあさよならだと。 ということは確認していましたけどもやっぱ次は松田さんだったのでなん、えー、とか次につないで松田さんに繋げれば松田さんならなんとかしてくれるんじゃないかと思って本当につな,げるつなげることだけを考えて打席に入りました、はいでまあ、相手は守護神の増田投手というところで 1>,、はい、まあ1球、2球と外角まっすぐが外れて、はい、ツーボールになって3球目、際どいコースだったんですが、はい、ストライクという判定になりましたよね。はい ああの辺りのたり心持ちはどううだっんでですすかそねノーツーだったんでピッチャーも守護神ですしあの、まあ、フォアボールは出さないだろうと思って <laughs> ノーツーからもきっ打ちに行ったんですけどボールと思って見送ったらストライクって言われてでも、その次にすぐ切り替えることができたので次の4球目、はい、インコースへの変化球ということになりましたが、はいはい、あれは予想していたボールだったんでしょうか。 まあ予想はしていたボールですけども、本当に体がうまく反応できたと思います、はい、打った瞬間の感触はいかがだったでしょうかそうかそですね打った瞬間は入ると思ったんですけど、ええ、でも待てよと、もし入らなかったらどうしようと思って、とどのあたりで確信されたんですかいや、もうスタンドにボールが入っていくのを見て、ホームランだと思って、ガッツポーズが自然と出ちゃいました。 あのその日のヒーローインタビューでは、はい、あまりあのベースを回る時のことを覚えていないというふうにおっしゃっていましたけれども、はい、今、改めて振り返ると何かあの思い出すようなことはありますか本当に思い出せるのはあの、えー、ホームベースにあの近くになるにつれてみんなの顔がもうみんな笑っててその笑顔が一番嬉しかったなということだけですね。はい まああのサヨナラの主人公になったわけなんですけれどもイメージしていたそのサヨナラの主人公というまさにそれ現実にイメージしたものと同じだったですか、はいまあ、そうですねあのいつもは本当に真っ先に駆けつける側だったんで、まあ、本当に、なんていうんですかね、まあ、こんなもんかなっていう感じはしました。はい まあ、プロ11年目で初めてのサヨナラヒットが、はい、初めてのサヨナラホームラン、はい、で今シーズンのパ・リーグで初めての逆転という冠にもつくというサヨナラホームランになったんですけれども、はい、福田選手にとってこの1本というのはどういう意味合いのある1本になりますでしょうか自分にとってすごく大きい1本でもありましたしやっぱチームとしてもやっぱ勝てたということがすごくまあ嬉しかったので。 まあ本当に大きかったのかなと思います、いろんな意味で、はい、あの後の周りの反応というのは、いかかが、はい、ですかまあそうですね、ロッカー帰ったら、みんなに今日全国放送だから、LINE めっちゃ来てんじゃないって言われて、マジっすかって言って、LINE 見たら、220件ぐらい来てて、まあ、そのうち200件ぐらいはチームメートだったっていう、オチがついたんですけど、はい、ホームランボールも、はい、あの帰ってきたという、はい、ことなんですが。はい 今ホームランボールはどのように保管されてるんでしょうか。えー、そうですね。あのー、まあ家に飾ってます。はい。で時々見直したり。いやまあそうですね。はい。見直したり。でももう過去のことなんでそんなにあれなあれな感じで。はい。はい、もう次に向かってた。はい。あのー。 スカパードラマティックサヨナラ賞というのは年間大賞もありまして、はい、過去ですね、はい、3年間続けてホークスの選手が年間大賞を受賞しているんですけれどもそう、ね、例えば去年は吉村選手賞していたりするんですけれども、ねねはい、福田選手が取ればこれ4年連続の年間大賞ということになるんですが、はい、取れるといいですでも、もうまだシーズンのあと60試合ぐらいあるのでもう1回打ってまた取りたいなと思います。 ちなみに賞金三十万円ですが、はい、使い道はいかがでしょうか、えー。何に使いましょうかね。あのー、何に使いましょう。美味しいもの食べてはい。あ美味しいもの食べたいと思います。はい。まあチームの方は、はいえー、今日で前半戦終了ということになりますが、はい、後半戦に向けての福田選手の意気込みをお願いします。はい、えー。後半戦はまあ。 そうですねあの、今、熾烈な1位争いをしているので1つでも多く勝ちに貢献してでチームが最後には必ず優勝できるように、えー、これからもチーム一丸となって頑張っていきたいと思いいまます。ありがとうございます、はい、では、幹事からは以上になります。はい ありがとうございます。この後すいません、ちょっと写真の時間取らせていただきますので、一度パネルお預かりいたします。えー、ありがとうございました。えー、以上で授賞式を終了させていただきます。<laughs> <laughs>